古代オリンピックで行われていたレスリングを今に伝える伝統のスタイルです。その60キロ級の予選リーグが現在行われています。高田雄一さん、はい、笹本は今日の初戦ペルーのシドニー・グスマンに対しまして11対0、わずか2分31秒でテクニカルフォール勝ちでしたからね。はい、非常にいい動きだったですね。はい、まあ、笹本選手得意な巻きの一本杖が決まりましたからね。もう立ち上がりからどんどん攻めていって笹本非常にいい内容に見えたんですが、はい、まあ、今の次の選手もですね、はい、多分あの笹本選手あのいい動きだったんでですね、同じような技が見えると思うんですけども、はい、笹本の予選リーグ2試合目はセルビアモンテネグロのダボル・ステファネック18歳の選手です。3人1組で総当たりで行われる予選リーグですから、笹本はこの試合勝ちますと文句なしで、はい、明日の準々決勝進出になります。対するステファネックはペルーのグスマンと対戦して3対1で敗れて1敗でこの最終戦笹本との対戦を迎えています。さあ試合が始まりました。試合時間は6分間。まずスタンドでの組手争い、序盤の攻防です。いいですね、はい、前に出てますので、前に出ている笹本、シドニーでは惜しくも予選リーグで敗れまして決勝トーナメント進出を逃しました。今回はアテネ、この試合勝ちますと明日の準々決勝進出です。場外です。直径9メートルのマットの上で行われますレスリング競技、このグレコローマンは上半身のみの攻防です。足を使っての攻撃あるいは足を使っての守りは許されません。まあ、ですからこうして序盤スタンドでこの組手争いというんでしょうか、差し手争いなんですね。ちょっとあの分かりづらいところがあると思うんですけれども、まあ、サモ選手常に前に出てますのでね、はい、おそらくこれあのパッシブもらえると思いますね、はい、まあ、青の方が消極的ということで、いいですよ、前に出てますから。あまり攻撃をしないと、あ、今レフリーからもっと攻めろという青のダボル・ステファニックに対してコールがありました。このまま行きますと笹本が有利な体勢から試合を進めることができます。さあここで青パッシブ消極性を取られました。大体1分ぐらいで審判を見てるんですね、どちらが、はい、有利にあの進めてるかあるいは攻めてるかっていうのを1分で決めまして、まあ、笹本選手これからこれでパーテールポジションですね、はい、両手両膝をついたパーテールポジションを笹本が選択しまして、ここから攻撃をすることができます。笹本ここでまず先制したいですね。まずローリングからポイントを奪いたいですね。ローリングだ、ローリングだ、はい、うまくローリング返しまして、この後一気に2ポイント取りました。タワラ返し行ってもらいたいですね。タワラ返しの体勢に入ります。まず笹本が2ポイント先取しました。入りますよ。さあここから持ち上げて大技出るか。さあ1回フェイントをかけて持ち上げに行く笹本。さあ力が入るところ、チャンスです、チャンスです。赤いラインパシビティゾーンでの攻防が続いています。さあ、あっとほどけた、ほどけた、うん、ファレックにバックを、ステファネックにバックを取られまして、ステファネックワンポイント返しました。今うまく、そうですね、ステファネックがバックを取り返しまして2対1になりました。ちょっとこう、まあ、すり抜けられたって感じですね。はい、まあ、こう佐藤選手が落ち着いて、はい、グラウンドを守りたいですね。ここでスタンドです。2対1、まず笹本ローリングで2ポイント先制しましたが、ステファネックにバックを取られまして2対1。ここで今レフリーがタイムを取りましたが、ステファネックが鼻血を出しましたかね。予選リーグの初戦は大差のテクニカルフォール勝ちだった笹本、この試合勝ちますと明日の準々決勝進出が決まります。まだステファネックの治療が続いています。今終わりまして試合が再開されるところ、ドクターがリングから降りました。さあ試合再開、第1ピリオドは残り1分です。3分間2ピリオド制、6分間で争われますレスリングです。さあ右を差した、さらに前に出る笹本、2対1、笹本ワンポイントリード。さあがっちり組み合うか、低い体勢、笹本一本材巻き込んだ、そしてそのままバックに回ってワンポイント取りました。さらに持ち上げてローリング、これはどうか、これも2入りましたね。2ポイント認められました。笹本追加点、これで3ポイント追加で5対1で、笹本の攻撃のまま場外に出ましたので、またパーテールポジションから笹本試合を再開できます。ここでまたローリング決めてもらいたいですね。はい、5対1とリードしました。第1ピリオド、まもなく残り30秒になるところ、またタワー返しです ね、 ますね。先ほど失敗しましたからね。タワー返しを狙っている。さあ力が入る笹本、
皆さん上げた上げた、足触りましたね、今引っ掛けました、完全にステファネックが足をかけて守ろうとしまして、これは反則ですね、はい、あの足じゃなくて今完全に、手を引っ掛けましたね、そうですか、足の方に、ですから反則ですので笹本にさらに2ポイント入りまして7対1、はい、そしてまたパーテールポジションからもうグレコローマンは上半身だけの攻防です、足を使って守ったり、そして今のように足をその手にを足に絡めたりしてはいけません、ちょっとでもですね、足に触ると、はい、まあ、反則という形になりますので、はい、2点取られますよね、第1ピリオドの終盤、さらにタラガレシを狙う笹本、第1ピリオド残りまもなく5秒になります、ここからガブリ返しもいいですね、ガブって1回スタンドに戻ります、第1ピリオドほとんど時間がなくなりました、ここで30秒のインターバルに入ります、第1ピリオド終わりまして7対1笹本6ポイントのリードです、どうですかその前半3分間ご覧になって、はい、全然問題ないですね、あ、そうですか、はい、はい、ご覧のように笹本予選リーグまず初戦はペルーのシドニー・グスマンテクニカルフォール勝ちでした、一方のこのステファネックはそのグスマンに敗れています、笹本1勝ステファネック1敗で迎えましたこの予選リーグ第4組最終戦、さあ第2ピリオド始まりました、明日の準々決勝に向けて笹本、さあ低いタックル、今度はダブル体勢だ、セルビアモンテネグロのステファネック、できればこの後もポイントを重ねて2試合連続、おっと今度はステファネックの攻撃だ、あっと危ないですけど今バック首投げからいい、ね、はい、バックを取りまして、ステファネック今レフリーはワンポイントを上げましたがまだジャッジは認めていません、まだポイントは入っていません、ちょっと首に手が入ってますね、はい、ちょっと笹本危ない体勢です、強引に攻めるセルビアモンテネグロのステファネック、首に入ってますね、はい、これスタンドになるかもしれないですね、あ、これはスタンドを命じました、まあ、ですからこの第2ピリオドもポイントを重ねて10点差つければテクニカルフォールですからね、はい、明日の決勝トーナメント準々決勝に向けて2試合連続のテクニカルフォール勝ちなるか笹本、あ、いい差しですね、いい差しでタックル、ここからどのタックルに行きたいところですけども、はい、一旦離れました、この辺りも笹本積極的ですね、はい、まあ、シドニーの時には先にパッシブを取られ失点することが多かったといいます、この4年間で自ら積極的に攻められるようになったと話している笹本誠、7対1と大きくリード、はい、いい差しですよね、右を差しています、このまま攻撃を仕掛けるか、さあ笹本リサイクマーズ前に出る、第2ピリオドまもなく1分30秒経過します、笹本積極的な攻撃です、また一本勢です、一本勢を狙っているが逆に危ない、ステファネックがおっと浴びせ倒すか、これは足、あ、2ポイント、笹本に2ポイント入りました、今のポイント入りましたかね、今、はい、ジャッジも2ポイント認めまして9対1になりました、今笹本の攻撃が認められまして9対1、さあそしてまた場外に出ましたのでパーテールポジションです、ちょっと青野選手判定に不服があったみたいで、今の攻撃ですか、はい、はい、すでに8ポイント差、10ポイント差つけますとテクニカルフォールが成立します、ここチャンスですね、はい、ここローリングで返せばテクニカルフォールになりますからね、はい、さあ、おっと無理しないですね、なるほど、今立ち上がりました、さあ笹本もろ差しだ、スタンドの攻防に戻りました、まもなく残り試合時間が1分になるところです、試合時間6分間で行われますレスリング、9対1と笹本が大きくリードしました、このまま勝ちますと明日の準々決勝進出が決まります、笹本グレコローマンの60キロ級です、さあ前に出る、あ、いいですね、出した前に出る、いい差しですね、これパスルーもらえますよ、さらに前に出る、そのまま場外に出ました、セルビアモンテネグロのステファネック、まだセルビア選手若いですからね、はい、18歳、はい、対する笹本はシドニーに続いて連続オリンピック出場です、26歳、9対1のまま残り試合時間が40秒になります、さあまた低い体勢からタックルを狙う笹本、今日は初戦テクニカルフォール勝ち、そしてこの2試合目も現在大差のポイントリードで残り30秒を切りました、
このままいきますと準々決勝進出が決まる笹本。残り20秒、さあタックルが入った。しかしすり抜けたステファネック。あ、もうあまり無理してないですね。あ、そうですか、はい、残り10秒になりました。今ちらっと時計に目をやった笹本、残り5秒だ。残り3秒、笹本準々決勝進出となりました。試合終了のブザーを聞いて小さくガッツポーズを作った笹本誠、2連勝で準々決勝進出です。この予選リーグ1戦目がテクニカルフォール2分31秒、そしてこの2戦目も9対1という大差の判定勝ちで笹本2連勝です。